私クルージングが大好きなの。開催までもう間もなくと迫りました。まだまだエントリーは受け付けております。見事優勝したお客様にはトロフィーと豪華賞品を贈呈いたします。カードをお持ちでない方もレンタルいたしますので、皆様ふるってご参加ください。あなたも出るんでしょ？どうかな。楽しみにしてるわ。お前も参加するんだな。ああ、人間の娯楽は興味深い。では、エントリーしてくる。誠に申し訳ございません。動物の大会への参加はご遠慮いただいております。なんだと。出るのか。おうや、豪華商品だぜ。欲しいだろ。そうか。なあ、着替えないのか。これか。実は気に入っちゃってよ。結構似合ってんだろ。海の男って感じでよ。受付が開いたぞ。クラウド、これ得意なんだよね。まあな。全力で来なさい。それじゃ、お先に。大会楽しみだね。優勝できるかな。どうだろうな。そこは頑張ろう。優勝できるでしょ。私の番みたい。行ってくるね。大会に参加するなら応援。大会楽しもうね。ほら、クラウドも早く。豪華商品。なぜ最初から人間限定を歌わない。そう思うだろう。僕クイーンズブラッド好きな。父ちゃん頑張るからな。クイーンズブラッドのルールは意外とシンプルだね。愛されるクイーンズブラッドの本当の美しさだと思わないか。自分の強さを見せたいだけよ。それも真実だ。しかし今回はそれも難しい。なんせ大会カードバウトがこの旅を盛り上げてくれる一杯。熱い。なあなあ、誰が優勝するか。
潮風に漂うニードルキッスのポーズ。ミッドガルがあんなことにならなければ。言うな。新しいこと。コスタでは船も大きいと意外に。ユノンとコスタのユノンのパレード。そうだ。モーグルのパレード。お土産に第八シンダバル。あの水平線ちょっといいかな。ジュノンの大砲かっこよかったね。ダーリンの方がかっこいいよ。こいつ同じ船に乗っているものは。バカーズのために新しい水着では皆が平等に立場を忘れて夢中になる。クイーンズブラッド大会エントリーですね。ではお名前をお願いします。クラウドストライフ。ああ、クラウド様ですか。クラウド様宛にメッセージカードが届いております。メッセージ。はい、お読みしてもよろしいでしょうか。クラウドストライフ、クイーンズブラッドを楽しんでいるようだな。その調子だ。もっと血に溺れろ、親愛なる亡霊より。以上となります。なんとも熱烈なメッセージですね。ファンの方でしょうか。これにてエントリー完了です。それでは大会をお楽しみください。第八神羅丸恒例のクイーンズブラッド大会。今、すべてのカードバウターが揃いました。果たして栄光のトロフィーは誰の手に渡るのか。司会は船長の千戸でお送りいたします。皆様、大いに楽しんでいってください。優勝への道はまず一歩から。運命を決める初戦の対戦相手を探しましょう。いらっしゃいませ。カードはこちらで販売しております。ここで各選手の試合状況をお伝えします。まずは第一バウト、レイジー選手強い、相当なやり手です。健闘をお祈りしております。続いて第二バウト、チャードリー選手勝利。第一ラウンド頑張ってください。凄まじいものがあります。バーレット選手敗北。このまま撃沈です。素晴らしいね。そして第3バウト、アニア選手エレガントなステップで惑わします。マーム選手カードバウトの調子は増えております。さらに第4バウト、キーパー選手、このまま一気に決着をつけるか。決められています。以上、ここまでの対戦状況でした。よっしゃ、調子が続いています。クラウド、いけるよ。どうぞ、よろしく。私が相手でございます。お前はロボットか。はい、私はワイズタイプ3でございます。クラウド様は良いバウト力を持っているようです。バウト力ですが、私は未来の最強カードバウター。現在は生涯全敗でございます。これから目覚めるでありますバウト力の差をお見せいたします。は？カードバウトでございます。
さあ、始めようか。ガガガ、いきます。ワイズ選手、意外にも持ちこたえています。俺は勝つ。クラウド選手、じりじりと相手を追い詰めています。プシュープシュー、保証カモンです。切り札は温存しておくか。クラウド選手、その集中力には脱帽です。カードセットしました。ワイズ選手、おっと、まさか余裕があります。手加減はしない。順調です。バイトレベルを下げましょう。まだまだ、ここからだ。激しく暴走気だ。手加減はしない。助けて助けて。この程度でいいのか。俺は勝つ。クラウド選手、隙を見せません。ワイズ選手、クラウド選手、第1ラウンド余裕の勝利でしたね。第2ラウンドも頑張ってください。第1ラウンド終了しました。続いて第2ラウンド開幕です。さあクラウド選手、対戦相手に誰を選ぶのか注目しましょう。ではここで対戦の様子を見てみましょう。まずは第1ラウンド、エイジー選手、続いて第2ラウンド、カードに出るぞ。一丁やりますか。手加減は必要か。手加減必要か。わかった、全力で相手をしよう。ありがとう。それじゃカードバウト。ここで俺と当たったのが運の尽きだぜ、クラウ。それはあんたの方だ。け、盛り上げ役になってもらうぜ、カードバートだ。なかったな。さあどうでしょう。全力で行くから手加減はなしでね。ああ、もちろんだ。じゃあ始めよう。カードバウト。始めようか。よし、頑張ろう。リファ選手、手を緩めません。クラウド選手、その集中力には脱帽です。全力で行くね。
手加減はしない。クラウド選手、じりじりと相手を追い詰めています。負けないから。キーパー選手、これはまずいですね。手加減はしない。クラウド選手、じりじりと相手を追い詰めています。全力で行くね。ここが踏ん張りどころだな。俺は勝つ。勝てそう。運が向いてきたのかも。負けないから。このままでは負ける。手加減はしない。まだまだ諦めない。これは勝てそうだ。行くぞ。クラウド選手、獲物を狩る狼のごとく全力です。キーパー選手、逆転を狙えるか。まだまだ諦めない。この程度でいいのか。手加減はしない。クラウド選手、気を見せません。キーパー選手、まだ諦めてはいけない。負けた。クラウド強すぎ。すごいな。クラウド選手、手堅く勝利です。ここでラウンジ対戦結果です。各選手の戦績を振り返ってみましょう。まずは第1弾、MG 選手が圧倒的勝利で順位を上げていきます。この勝利を止められる選手は果たしているのか。ウェスター選手負けです。クラウド選手、第2ラウンド勝利お見事でした。第3ラウンドも勝利の報告をお待ちしてます。第2ラウンド終了しました。さあ、いよいよ大会は大詰めです。第3ラウンド開幕です。さあ、クラウド選手、次の対戦相手は誰なのか。勝負の行方に注目です。シャドリー選手、レジー選手、この二人が競り合っています。勝負の行方は。では対戦の様子を見てみましょう。まずは第一バウト、レジー選手、この戦いは圧巻の立ち回りです。キーパー選手、まだ諦めてはいけません。続いて第二バウト、チャロリー選手、チームゲートに問題なし。第3バウト、エアリス選手、手堅くまとめていきます。ホワイト選手、激しく暴走気味だ。さらに第4バウト、ブレスター選手、軽くもてあそんでますね。頑張って。以上、ここまでの試合状況でした。それぞれのバウトから目が離せません。のマダムマムをお忘れかい？うん、あんなに濃密な体験をさせてやったってのさ。もちろん覚えてる。いや、忘れられない。そうではなくて、ここで何をしている？
旅行って言いたいけど仕事だよ。ミッドガルはすっかり商売上がったりで、コスタの実業家連中に挨拶に行くところさ。そうか。さあ、辛気臭い話はおしまい。ケーキ漬けにカードバウトと行こうじゃないか。始めようか。さあ、どの手にしようか。マム選手、余裕で扇子を仰いでいます。俺は勝つ。クラウド選手、この集中力には脱帽です。もみもみと。切り札は温存しておくか。行くぞ。クラウド選手、じりじりと相手を追い詰めています。ワキワキしてくるだろう。いい流れだ。この調子で行こう。手加減はしない。好きに見放されたかね。マム選手、余裕で扇子を仰いでいます。俺は勝つ。クラウド選手、じりじりと相手を追い詰めています。ワキワキしてくるだろう。マーム選手、妖艶なカードさばきでもみしたきます。行くぞ。クラウド選手、獲物を狩る狼のごとく全力です。もみもみと。これは勝てそうだ。俺は勝つ。くっ、あんた調子に乗んじゃないよ。マーム選手、怒りで震えております。クラウド選手、隙を見せません。この程度でいいのか。手加減はしない。くっ、あんた調子に乗んじゃないよ。マムス、あんたの勝ちだよ、クラウド。やるじゃないか。後で揉んであげるよ。クラウド選手勝利。素晴らしいカードさばきでした。ではクラウド選手、勝利の報告受付までお願いします。ここでラウンドの対戦結果です。各選手の戦績を振り返ってみましょう。まずは第1ハウス、レイジー選手。クラウド選手、第3ラウンド勝利おめでとうございます。第4ラウンドも応援してますよ。第3ラウンド終了。さあ、フィナーレは近い。第4ラウンド、セミファイナル開幕です。クラウド選手、ついにここまで勝ち進んだ。対戦相手のチャドリー選手が待ち受けています。勝負の行方に注目しましょう。クラウドさん、手合わせお願いします。参加していたのか。はい、新型ロボットが参戦するとの情報をキャッチしてお手並み拝見しようと駆けつけました。ライバル登場か。僕のライバルはクラウドさんですよ。このバウトで弾みをつけて優勝まで一直線です。まずは俺に勝ってからだな。当然勝たせてもらいますよ。カードバウトです。始めようか。カードバウト、行きます。
ードリー選手、シミュレートに問題なし。行くぞ。データを参照。勝利確率 100%。俺は勝つ。クラウド選手、じりじりと相手を追い詰めています。相手の心拍数を検知、勝負します。まだまだ、ここからだ。クラウド選手、形勢逆転なるか。キャドリー選手、全く油断が見られませんね。手加減はしない。相手の心拍数を検知、勝負します。これは勝てそうだ。行くぞ。まさか予測を超えています。カードリー選手、緻密な計算が生きています。手加減はしない。クラウド選手、獲物を狩る狼のごとく全力です。相手の心拍数を検知、勝負します。キャドリー選手、どうした？珍しい失態です。まさか予測を超えています。さすがクラウドさん、いつもながら見事な勝利です。優勝まで応援していますよ。クラウド選手、おめでとうございます。決勝会場へは私がご案内します。どうぞこちらです。次はレギー選手との決勝戦、クイーンズクラッシュの挑戦が決まる運命の決戦の日歌が今決まります。あんたがトップのバウト。私よ、レジー・ケーニディ。みんなは天才レジーと呼ぶわ。やれるのか。もちろん。先に言っておく、私負けたことないの。負けて泣くなよ。そっちこそ泣かないでね、カードバウト。さあ、始めようか。少しは楽しませてね。レイジー選手、その実力はそこが知れません。俺は勝つ。クラウド選手、じりじりと相手を追い詰めています。切り札を温存しておくか。手加減はしない。さてと、どうやって攻めてほしい。レイジー選手、すごい一手が出ました。ここが踏ん張りどころだな。いいですね。あなたの手見える？カードセット、対応してみせてね。レイジー選手、噂にたがわぬ圧巻の立ち回りです。
手加減はしない。クラウド選手、ここは正念場ですね。レディ選手、すごい一手が出ました。まだまだここからだ。俺は勝つ。一方的すぎて退屈。レディ選手、すでに勝利を確信していますね。手加減は死んだ。クラウド選手、なかなか思惑通りにことが運ばない。何かないか、逆転の一手は。いつ。レディ選手、すでに勝利を確信していますね。手加減はしない。ここからよ。クラウド選手、隙を見せません。俺は勝つ。クラウド選手、獲物を狩る狼のごとく全力です。この程度。ファイナルラウンドを終え、ついに栄光の王者が決定しました。その名は、その宣言待ってもらおう。カードバウトを申し込む。日本足で立つのは難しいものだな。それとも受けないの？受ける気はない。もう十分楽しんだ。クラウド、ファイト、レッドも頑張って。おうおう、やれやれ。クラウド選手、挑戦を受ける模様です。さあ、エキシビションマッチの開幕です。さあ始めよう。やりたかったんだな。もちろんだ。手加減はしない。切り札は温存しておくか。行くぞ。手加減はしない。
俺は勝つ。闘争本能が騒ぐな。ここからが本番だ。これは勝てそうだ。この程度でいいのか。行くぞ。闘争本能が騒ぐな。ここからが本番だ。手加減はしない。これは勝てそうだ。乾杯だ。クラロ、強いな。お前もな。いい勝負だった。いつの間にそんなにやり込んだ。狩りの基本は観察だ。試合を見ていればルールの定石も把握できる。あとはそれを応用してやればいい。なるほど、さすがだ。完全なる勝者はグラウンドストライク。凄まじいバウトを見せつけた。栄光の優勝トロフィーは君のものだ。盛り上がりを見せたクイーンズブラッド大会もこれにて終了となります。ご参加いただいたカードバウターの皆様、誠にありがとうございました。コスタデルソルまでは順調に航行中です。到着までごゆっくりお過ごしください。楽しかったね。そうだな。レッドにはびっくり。せっかくの大会だからな。すごく強かったよね。さすが。ねえ、どうする？船はいつ着くの？明日だよ。じゃあ到着まで寝ちまうか。さすがに疲れたの調査者。ああ、そうです。これが悔しいという感情ね。次は負けないから。あなたのバットはとっても、風に任せて世界をさすらうのもいいものだ。また会えるといい。ケーキ漬けのつもりが当てが外れたね。まあいいさ、負けた分はコスタで上乗せして取り返してやるよ。第八神田丸の快適なクルージングを心ゆくまでお楽しみください。